キンソンに手をかける。さあ空いた比江島、 B リーグ3ポイント最も高い確率で決めた比江島のこと。テーブスからうまいステップ、いい、ね、自ら決めた渡辺優太の拍手を送ります。あ、そして川又が1対1を仕掛けて決めました。渡辺優太の白い歯がこぼれます。マリアには2試合とも20点のセカンドチャンスポイントを許しました。富樫が切り裂いていく、自ら3ポイント決まりました。いや、いいですね。1コートはね、あとここは比江島相手にしつこいディフェンス。比江島ステップバック、3、3本目。比江島誠は乗ってます。いや、いいですね。比江島選手もね、富樫がチェンジオフェースからいいパス、ジョシュ・ホーキンソン、エバーン。あの、少し変えながらね、アタックしていった中でしっかりと相手を引きつけていいパス出しましたね。そして高いフィニッシュ能力を見せたジョシュ・ホーキンソンとなりました。あ、ここは1本作りに行くか、吉井が打つ、決まりました。ようやく来ました。比江島からジェイコブス、スリーポイント来ました。いいですね。ジェイコブス・アキラ、A 代表初のスリー成功。いや、ユキも豪快なプレーありますね。能力ある選手ですよね。富永、また2点シュートが決まります。ホーキンソン、空いた、スリーポイント。渡辺比江田。いいですね、いいリバウンドですね。これで今日5つ目のリバウンド、そしてゴール下に通してセカンドチャンスポイント。いや、渡辺比江田、いいですね。いいですね、リバウンド。スリーポイント9分の6、67%。河村エンドワン。日本のエースもやり返します。河村が中に入っていく、また河村からジェイコブス・アキラ、3本目。いい、ね、ジェイコブス・アキラがこの暁ジャパンで見事な存在感を示しています。河村落ち着かせる、そしてプルアップ3、来た。いいですね。ね、このプレーでね、しっかり、立て直せるっていうところがね、チェンジオフペースからいい合わせ、ジョシュ・ホーキンソン、1点差。いいディフェンスですね。時間をお互い使い切れば24秒ずつというところですが、馬場がいいディフェンスを見せる。いい、ね、そして手をかける、ここで8秒バイオレーション。あ、いいですね、いいディフェンスですね、馬場選手ね。韓国を攻めさせませんでした。外しに行ったジェイコブス取る、ただここでブザーが鳴る。日本代表20点差から一時1点2点リードまで行きましたが、この韓国との強化試合ゲーム1、最終的には1点差、クロスゲーム落とすということになりました。